まずは極上の牛タンランチはいかがですか。おすすめランチ特集、静岡市駿河区八幡にある木漏れ日食堂。オープンから7年、アットホームで入りやすいカフェのような空間です。仙台 の、 あの牛タン焼きをあの修行行きまして、その、仕込み方でこう提供させてもらってます。一番人気は牛タン焼き定食。まずは下処理、このやり方次第で味が変わるんです。大きく焼肉屋さんと違うっていうのは、あのこう塩を振って、ドリップって言いますか、血抜きをする形で、出させてもらうので、こう牛タン独特の臭みっていうのが、まあ、比較的少ない、焼き方になってます。タン元からこうタン先までこう徐々にこう赤身になっていく感じなんですけれども、6割ぐらいまでこう使う感じで提供してますね。カットしてから一枚一枚丁寧に網で焼き上げます。味付けはあの塩コショウのみになります。で、添えてあるあのわさびとか、まあ、自家製の辛味噌をつけていただく感じで、あの召し上がっていただいてます。中がほんのりピンクの状態でコリッとした食感。味付けご飯は日替わりで、この日は新生姜ご飯。爽やかな香りと辛みがシンプルな牛タンにマッチします。浅漬けを添えるのが仙台風。手作りの惣菜が乗った前菜も女性に人気です。続いては牛タン柔らか焼き定食。6時間以上あの煮込ませていただいた牛タンをもう一度焼き直して提供しているものです。焼き目がついた表面はカリッとしていて、中はふわっとした柔らかさ、また違った牛タンの食感が堪能できます。こちらはデミグラスソースで煮込んだシチュー。野菜が彩りよく添えられています。牛タンはほろほろとほどけそうな柔らかさ、甘めな優しいテイストです。比較的専門店に近い形でやらせてもらっているので、牛タンというのはなかなかこう処理って言いますか、下処理が結構ありまして、その辺をこう独自でやっているので、まあ、なかなか今食材が高くなってしまって、こう値段も、まあ高いんですけれども、こう余すところなく使う形で、なるべくコスパの行動を考えて提供させてもらってます。いろんな食材を使ったリーズナブルな日替わり定食もあります。この日は豚肉を使った焼き浸し、ご飯が進みます。本場仙台仕込みの牛タンがランチで味わえる木漏れ日食堂です。